演舞開演。どうも、本日はこちらファミリーマートのひのきもちの紅白大福を食べたいと思います。ああ、いいですね、紅白って。ファミリーマートは和菓子が弱いので、購入とかで評価していただけると嬉しいですね。色も鮮やかです。中身はそれぞれ違うのかな？じゃ、まずは、こちらの白いライスを、ちょっと中に何か入ってますね。待ってよ、どんか。なんかこんな感じになってますね。これ以上開けるともちろん崩れたので、そのままいただきまーす。赤はジャムなんですね。これはいいです。白い方はあんこが入ったオーソドックスな普通の大福といった感じですね。まあ生クリームのようなものが入っていた気もしますが、あんこのさっぱりとした甘さがあって美味しかったです。そして赤の方はいちごジャムが入っていましたね。ただのいちご大福とも違う、まあ、ジャムのさっぱりとした酸味が大福のお餅のもっちりとした食感とよく合っていて、とても美味しかったです。赤い色、白い色、どちらも狙っていましたね。こうした大福がもっと増えればいいので、というわけでこちらの点数とさせていただきました。では雪だるま、駅で待つのや誰を持つ、誰を待っているのでしょうね。ご視聴ありがとうございました。コメントしていただけると嬉しいです。演舞開演。パソコンおよびスマートフォンのアプリの方はクリックをお願いします。